様、本日はものづくり匠の技の祭典2021オンラインイベントをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京建具協同組合による和の文化を彩る組子の魅力七宝制作を実施いたします。本ステージでは瑞鳳炭鉱賞受賞者現代の名工横浜マイスターである田中俊夫さんが組子細工の中で難儀とされる七宝制作の実演を披露。花形組子の一つであり縁起物として社寺建築に多く用いれられる七宝を究極の技能で作り上げる建具の匠の技をご覧ください。ステージの感想やご意見は祭典公式 Facebook、Twitter、Instagram にダイレクトメッセージにてお送りいただければと思います。そして東京建具協同組合の皆様からプレゼントがございます。こちらプレミアム製品を抽選で3名様に組子コースター作り麻の葉模様マス組模様をそれぞれ抽選で15名様に差し上げます。ステージ後半にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますのでどうぞ最後までお楽しみください。それでは早速東京建具協同組合の皆様にご登場いただきましょう。ようこそお越しくださいました。ここからの進行は東京建具協同組合事務局長稲村末松さんにお願いしたいと思います。稲村さん、ステージの見どころをお願いいたします。そうですね、組子細工っていうのは非常に緻密で、非常になかなか長年のその経験と技能、高い技能を持ち備えた人じゃないとなかなか作れない、逸材でございます。まあ、ですから今日はですね、このその組子細工の中でも最も難しいとされる、7つの宝、七宝でございます。それを皆さんにお披露目したいと思います。はい、視聴者の皆様も楽しみにしていると思います。それでは建具の匠の技をじっくりとご覧ください。今も申し上げましたけど、7つの宝と書いて七宝でございます。この仏教の経典、これにおいて出てまいります。で、大変貴重とされる7種類の宝、すなわち金、銀、瑠璃、針、シャコ、サンゴ、メノのことを、言います。日本ではですね、古くから繁栄とか幸福とかそういった意味を意味する縁起物でございます。すなわち吉祥文様の代表格と言ってもいいんではないでしょうか。七宝の伝来は江戸後期、天保年間に尾張の国梶常吉さんという方がオランダ船により輸入されたお皿を手がかりにその製法を発見し改良を加えたのが始まりとされております。形の美しさから主に焼き物をはじめこれまでも多種多様に使われてきております。本日実演でお見せする建具の組子細工による七宝つながりも際立つ美しい文様から、上を目指す職人たちの憧れの的でもあります。しかし加工技術は難易度も高く、これを完全に完璧に仕上げられる職人は業界広しといえどなかなかおりません。本日は七宝作りを得意とされる名人をお呼びいたしました。先ほどご紹介いたしました田中俊夫さんでございます。田中さんは御年82歳、もちろん今もなお現役で活躍中でございます。早くから天性の
建具技能に恵まれまして緻密な組子技法の数々を、手掛けてこられました。まあ、自社仏閣のみならず特殊物の建具作りに精通されております。よって長年の功績が認められ卓越技能賞書はじめ数々の賞書を受賞、最終的には瑞宝炭鉱賞の叙勲の栄によくされております。特筆すべき点はですね、技能者の最高峰を極める我々の世界には技能グランプリ競技大会というのがあるんですが、ここでも田中さんは金メダルを獲得しております。田中さんが出場されたのは第2回大会、まさに第1回第2回は全国のえりすぐりの猛者たちの集合した大会でもございます。そこでの優勝ですから田中さんの実力のほどは誰もが認めざるを得ません。時間の関係で全部やるんですが、この丸の方は、このぐらいにして、あとこれが丸の最終的にはこういう形になるんですけどね、今この部分を全部やるんですけど時間の関係でこのぐらいにして、この角の方を削ります。これ全部やってますとですね、時間長時間かかりますので、一部、重要なポイントだけ皆さんにお見せするようになろうかと思います。で、カンナが横吊りなんでとりあえず180番ぐらいのサンドペーパーでこうやっとくときれいに上がりますね。こんな感じですね。今度裏側を削ります。今のように同じ部材が何本も一堂に出来上がると、最終的にはこれを組んでいくわけですけれどもね、やっぱり七宝作りは特徴は何といっても、特殊なカンナになります。通常のカンナですと刃先が直線的にまっすぐなものなんですが、七宝を作る場合は刃先が R 状になっております。その辺が、特徴でございます。まあ、また後でカンナをね、お見せしますけれども、やはり R に加工していくっていう技術はなかなか、通常の人ではちょっと難いシーンですね。はい、組子細工の場合は一本一本その作っていくんじゃなくて、今並べているようにまとめて同じものをその作っていくと、そうしないと後で精度が違ってくるんで、
その辺が特徴ですね。これ角刈りの今 ね尻尾用のカンナ、ちょっとお見せいただけますか、刃先の部分。R になっております。これで削り込んでいくわけですね。糸も簡単に削ってるようですけれども、やはり削り作業っていうのは長年の経験がやっぱりものを言います。削った後、確認をして、一つずつやはり仕上げていくと。これはもちろんですけれども、機械ではこういうふうにできません。機械加工ではここまで精度が、まだ出ない。やはり手工具の、手入れされた手工具の、その、なんていうんですか、その、手工具の実力っていうか、そういうところでしょうか。これも横ずりなんで、ペーパーでちょっと広げます。今この使われている材料は、高級材といわれるヒノキでございます。ヒノキの方がですね、非常にこういう組子細工をするときに非常に適していると。これ全部やるところなんですけど、時間の関係で、全部削るとこういう感じですね。でこれをつ合わせてこう組んでいくわけなんですが、両端をちょっとノリで固めると組むのに楽なんですよ。それがこういう状況です。よし、もうここまでですね。非常に
緻密にできていると思います。よしと組んだやつがこういうふうになりますね。ですから同じ向きの形のものを組むと同時に違った形のものを組んでいくと、その尻尾の丸い形のものが出来上がっていくと。これが丸ガンナ。今のは丸ガンナですね、はい、これが角ですね。で尻尾の大きさによってこのカンナも何丁もあるわけです。だいたい5種類ぐらいですね。よし、じゃあ組みましょうか。尻尾の場合は花形文様っていうふうなものに属します。一般的に皆さん見慣れてる麻の葉の文様っていうのは皮脂をベースとした獅子形文様になりますけどもね、まあ、この花形文様の中でもこの尻尾は非常に美しいですね。いや、じゃああと10分だよ。こちらにもちょっと尻尾で作った行灯があります。この行灯も、やっぱり尻尾を駆使して、作ると非常になんか高貴な感じがしますね。時間がねえから、今組み合わせる前に糊付けを行っております。今はこういう接着剤を使いますけどね、昔は即位って言ってご飯粒から、糊を作ったものですね。本来ですと全部塗り入れなくちゃいけないんですけど、時間がないんで。あと12分ぐらいありますよ。大丈夫です。いよいよ今度は組んでいきますね。組み合わせをしていく。やはり精度がよくできてるからね、組むときも組みやすい。まあこういった組み狂いもそうなんですけども、表裏こう交互に組んでいくんですね。それで力関係を保ってるわけですね。
これちょっとね、慣れない人だと、折っちゃうんですよ。これ折れやすいですからね。その辺も糸も簡単にこう組んでるわけですけど、徐々に尻尾をつながりの形が出来上がってきました。まあ尻尾の中でも本当に細やかな尻尾に今回は挑戦していただいた関係で、非常に難しかったと思いますけどね。ここに田中さんが組まれた、今ヒノキ材使ってるんですけど、ここにちょっと黒っぽい尻尾の形ができてます。これはね、欅なんです。欅でこういったものを作るのは非常に難しいんです。欅で組んだこの尻尾のつながりです。時間は、まだあと8分ぐらいございますよ、はい、やっちゃおうか。じゃあ、田中さん、あと時間ももう少しですので、うん、最終的にね、その尻尾作りの特徴的なところポイントをお話ししていただければと思います。やっぱり正確に墨出しですね。あと刃物が切れないと結構苦労しますね、はい、で尻尾も今ちょっと台がねグラグラしててちょっとやりにくいけど、まあ小さな尻尾だからまあ削りましたけどね、ええ、でこれを2つに切ってこう組みました、はいはい、いいですね。まあ今日の実演のためにね、作ってきていただきましたんでね、こんなところでいいかな。これを全部組めばこういう形になると。これでやっちゃおうか。
ここでこう組み合わせていく。そうですね。これで完成でございます。あとこれ入れていきます、はい、調整して。ちょうど田中さん、ちょうど時間となりました、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、さあ普段なかなか見ることができない匠の本当に細やかで正確な技をたくさん披露していただきました。ありがとうございました。では最後に稲村さん、まとめのコメントお願いできますでしょうか。本当にね、こういう伝統的な技能を皆さんにお披露目できたことは大変我々としても幸せでございます。まあ、私たらのこういう建具の仕事がですね、日本のみならずやはり世界の方々にも知っていただくということは大変有意義なことかなと思います。まあ、本日のこの匠の技の祭典で、皆さんにこういう機会を与えられていただいたことは大変感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。東京建具協同組合の皆様、ありがとうございました。どうぞご講談ください。